野草のバロクチラジオということで、2017年ラストの、バロクチラジオかな、第11回目ぐらいということで、いやーね、まさかのまさかのですよ、2017年以内に、チャンネル登録者数が、4000についに突破したということで、いやありがとうございます、本当に助かります。で、来年もよろしくお願いいたしますということで、ちょっとね、今回は来年の目標をちょっと話していこうか、せっかくだしね。いやーね、まさかのウォーフレームでさ、本当に4000人突破するとは俺思ってなかった。っていうか4000人も日本のプレイヤーいないんとちゃうってちょっと今思ってるぐらいなんだよね。あとはそうだな、まあ2018年、目標としてはやっぱりいろんなことにチャレンジしていきたいよね。ビルド紹介以外にもね、やっぱりどんどんウォーフレームでね、面白い部分をまあ動画にしていきたいっていうのもあるし、まあもちろんウォーフレーム以外にもね、どんどんなんかいろいろとねゲームも出てくるし、そちらとかもねちょっとやってみたいっていうのもあるんですよね。まあ次検討してるとしたら、まあウォーフレームはずっとやっていくんですけれども、まあモンハンとかもねちょっとシリーズ化して、ちょっとやっていこうかな。せっかくね、新発売ということで、まあちょっとそちら側の界隈にもね手出していこうかなという感じですかね。そうウォーフレーム、まあ、やるにしても、結局ね、なんか、右のつながりがいない状況だから、今って、野草の今って、なんで、ね、若干ね、困ってるっていうところなんですよね。まあ、まあ、すげえ、かなり端折ってね、今説明したけれども、まあ、まあ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 、とりあえずバロキチ見ていこうか。プライムド毒、そう、今年の最後の最後にね、まさかの、大当たりバロキチ、本命バロキチがね、来たということで、まあ、このシャンダナとか普通に嬉しいよね。あと、ファイアーワークとかね、花火なんですけれども、これはまあ、どうでもいいか。あとは、バロキチのセンチネルのマスク。そう、これは、あとこれなんですよ。そう、バロキチのプライムドダイザ。まさか来たよ、これ。うん。100万クレジットで1個買えるっていうね。まあ、野草の船内にも結構は、飾ってるやつなんですけれども、っていう感じで。あと、プリズムアングスタム。これも、再販か。2回目になるのかな。これぜひ買っといた方がいいかなと思います。あとはそうだね、まあ、毒の複合、そして最後の大本命、まさかの毒プライムド近接、やばい、買ってこう。これは即買いでしょ、安定でしょ。毒はやばいよ。毒ってことはサリンがすごい強くなるからね、これはやばいと思う。さて次、バロキチのグリフ、これもいいね。バロキチコスプレできるで、バロキチなりきりセットだなこれ。ということで、早速ね、ちょっと見ていこうか。さて、見ていきますか。プライムの毒の近接。なんぼまで？やっぱりプライムのシリーズだから165%。クレジットね。やべ、どうしよう。強化できないぞ。これはレジェンダリーコアぶち込むか。行くぞ！まさかのレジェンダリーコアぶち込んでいく。ということで、完成しました。まさかのね。なんだこれ。なんだこのモッド。まあ、いいか。ということで、次、グリフ見ていこうか。はい。こんな感じのグリフですね。正面どっちだ？こっちかな？多分こっちだと思います。ちょっと、どっちかわかんないな、正面が。左右どっちかわかんない状態なんですけれども。まあ、これ結構いいグリフなんじゃないのかな。バロキチコスプレが、さらに進化するね。グリフまでもが、バロキチになりきれるということで。あれ、バロキチって他になんかなかったっけ？グリフ関係。あれ？ちょっと覚えてないな。なんかあった気がするな。エンブレムかな？ということで、以上野草でした。またね、バイバイ。ぜひ、そうだね、クリスマスのシャンダナは、まあ、買っといた方がいいのかな。次来るのがいつになるかわからないのでね。はい。ちょっとレジェンダリーコア若干もったいない気がしなくもないけれども、またね、バイバイ。